はい、さて今回は苦手フィンガリング克服講座テーブルキーの1をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回からですね、非常に苦手な人が多い、こちらのですね、テーブルキーですね。この、上がソーシャープで下がこうドーシャープ C フラットでなってますけども、ここの解説をしていきたいと思います。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のためにさまざまな情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本題入りたいと思いますけれども、まずですね、テーブルキーっていうのはさっき言った、もう一回見せますけども、このキーですね。このキーがですね、こう横から見たらこうテーブル状になってるんですね。これね、これです。このキーを、通称テーブルキーと言います。主に低音域でね、使っていきます。それで、具体的にはさっき言ったようにドーシャープね、低いドーシャープ、低い C、 低い C フラットですね。まあイメード音で言うと、ドーシャープとレイフラットね、一番下の最低音 C フラット、ラーシャープですね。それでまあこのキーっていうのは非常に多くの方がちょっと非効率な押さえ方をしていて、この指の習得にすごい時間かかってる人が多いんですよ。でここはしっかりとコツを覚えれば難しい指使いではなくなりますので、ぜひですねこの動画シリーズでマスターしてください。で、なんといってもですね、押さえ方に注意です。そしてこちら書いてますけれども、ドーシャープレイフラットで決まります。ドーシャープレイフラットの押さえ方で全てが決まります。でこっちに簡単なですね、図を出してます。でさっき見せたその場所がですね、このテーブルキー、こちらになりますね。で上のソーシャープっていうのは、こういう押さえ方ですね。このソープラス小指になりますね。それで、まあ、わかりますよね。ここは艦隊で、ここはテーブルキーという図なんですけど、ドーシャープっていうのは、テーブルキーの、こう3列になっててね、ちょっと見せますけども、こちら3列ですね。こう1、2、1列目、2列目、3列目っていう形方で、で、外側がドーシャープ。レイフラットね。で、こちらが C ですね。で、こちらがラーシャープ。で、押さえ方はここで決まるって言いましたね。で、どう決まるかというと、こちらですね。これをこのように押さえます。で、ポイントは拳を出しますね。で、第一関節と第二関節を全く曲げてない。突っ張り棒にしてます。横見、こういう感じですね。小指の拳がしっかり出てますね。で、第一関節、第二関節が一切曲がってません。この状態を作らないとまずいんですよ。この状態しないと、こっから C にこう押し込む動き。押し込んだら第一関節だけ曲がるようにします。こういう感じ。こういう感じ。ね、第二関節曲がってないですね。この C のね、音を、この状態で抑えるには、こう突っ張り棒にしとかないと、腕の体重をかけられないんですよ。腕の体重を乗せてグリッグリって、この真ん中のね、これ3つあるの、これローラーですよね。これをね、しっかり一遍触ってほしいんですよ。こうコロコロ転がるか。で、ドーシャープで、こうやってしっかり、小指を突っ張り棒にした状態で、ぐっと押し込む。じゃあ、第一関節だけ曲がってますね。第二関節伸びてますね。いいですか？ここすごい注意してください。で、これがしっかりマスターできないと、今度こっから、このラーシャープ、ね、C フラットラーシャープに動くっていうのも、その辛い動きになるんですよ。これ全部、この手首とかね、腕の体重をグググッと乗せていく動きにするんですよ、全部ね。じゃあ、このキーは、こういうふうにもう、早く動くようになります。これ、ね。これがですね、特に多いのは、第二関節がこう曲がっちゃうんですよね。第二関節がここを押さえるときに曲がったらもうアウトです。もうこのテーブルキーはもう辛いだけになります。ね。しつこく言いますよ。ドーシャープで絶対にこう、小指ね、左手小指の第一関節、第二関節を全く曲げないで拳を突き出すようにします。こうね、こういう状態。これをしっかり作ります。これがもうここの最大のコツです。だから、ドーシャープをしっかり練習するんですよ。そのためのフィンガートレーニングを2つ紹介していますので、ちょっと吹いてみたいと思います。それでは、1番から吹いてみたいと思います。例によってですね、ドローンを鳴らしております。アルトのドーシャープ、コンサートの E の音を鳴らします。これを鳴らしながら、もう一回言います。
2番ですね。もう一回いきます。こういう、1番でしたらこう、ね、完全に突っ張り棒になってますね。見えますか、これ拳が出てますね。で第2関節第1関節が全く曲がってなくてこうピンと伸びて、これで突っ張り棒になってます。ここはこの状態で離したらこれ、こっちはね胴を押さえてますから胴になるわけです。だからこれ胴シャープで胴シャープで胴ね、これ突っ張り棒になってますね。胴シャープ胴シャープですか、胴シャープ胴シャープ、これが1番ですね。で次2番が胴シャープ0で0の時がこっち小指同時に離しますね。だから両手の小指を同時に離して0、いいですか、胴シャープ0胴シャープ、もう一回いきます。胴シャープ0胴シャープ、いいですか。このもうしつこく言いますけど、とにかくこの状態ね、第一関節第二関節が完全に伸びきってて拳が出てる状態、いいですか、こういう状態ね。こういう状態じゃないと腕の体重乗らないんですよ。でとにかくゆっくり丁寧にです。でもっと言うと、まずこの胴シャープでロングトーンしてください。しっかりと、もう一回言います。胴シャープでまずロングトーンしてください。ロングトーンが一番簡単です。で簡単で止めるわけですから、これ指が止めれるってことはちゃんと使えてるってことなんですよ。これは止められない、ロングトーンできなければもうこの指は絶対できないです。だからまずロングトーンしてもらって、で慣れたらこのフィンガートレーニングに移ると、押したり離したりの動き、という感じです。はい、よろしいでしょうか。ここのテーブルキーは本当にこの胴シャープをしっかりマスターするだけでもう全然結果が変わってきますので、これまでですね、これは初心者だけじゃなくて特に経験者の方が第二関節が曲がってる人がめちゃくちゃ多いんですよ。で、サックス歴10年、15年の人が、この指の形になってなくて、テーブルキーがすごい苦手っていう人が多いので、この際ですから、時間もね、このご時世ですからあると思いますので、ここはですね、もう吹かなくてもこの指練習するだけでかなり改善されますから、動画を見ながらしっかり復習してみてください。それではですね、次回は、もうちょっと応用的なフィンガートレーニングをいくつか紹介したいと思いますので、楽しみにしておいてください。この動画が良いと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。